皆さんこんにちは日本語の先生のりっこですおはようございますでしょうかこんばんはでしょうかあの結構私のねポッドキャストを朝聞いてくれている人が多いみたいです朝起きて私の声を聞く皆さんなんて勇気があるんでしょうか私の声が爽やかですか爽やかじゃないと思うよねでも朝から聞いてくれている コーヒーを飲みながら、朝犬の散歩をしながら、散歩をしながら。うん、歩きながら聞いてくれている人が多いみたいですね。ありがとうございます。はい、今日のトピックは。<laughs> またまた、またまた、私の大好きな韓国ドラマについて話します。私は本当に韓国ドラマが好き。ネットフリックスで見ているんですが。 多分有名なものはほとんど見ています。この2ヶ月ぐらいで見たドラマについて簡単に紹介します。一つは韓国のエリート家族、お金持ちの家族とその子供たちの話、スカイキャッスル、スカイキャッスル、空の城、スカイキャッスル。これはですね、 本当に良かったちょっと古いかな数年前のドラマで韓国ではとても人気になったようですあるね住宅街にめっちゃお金持ちの家族たちが住んでいるんですね本当にお金持ちです家もすごい皆さんが着ている服装もすごい奥様たちは宝石ジュエリーをつけてブランドの服を着て。 ね、そして旦那さんたちはエリート中のエリート弁護士だったり病院のお医者さんだったりそんな家族が自分たちの子供にもそのような生活を続けてもらいたいつまりそうするためにはいい大学に入っていい仕事に就かなければいけないということで一生懸命自分の子供たちにお金をかけて教育いい教育を受けさせるんですね。 はい、そしていいい大学に入らせよううととすす。るというお話なんですそしてお母さんたちはみんな仲がいいのか悪いのか表面的にはお互い仲良くして助け合っているように見えるんだけれどもでも心の中ではこの家のこの,この人たちには負けたくない。 だから私の子供にもっともっとお金をかけてもっともっと教育を受けさせるいい大学に行かせる絶対あの家には負けたくないみたいなライバル心があるんですねそういう心理的なところも上手に描かれていますそんな中まあお母さんたちは有名な家庭教師の先生を雇うんですねこの 家庭教師の人に頼めば必ずほぼ必ず韓国のトップ大学に入学できるこの先生はトップレベルの先生そんな先生が出てくるんですでもその先生には何か秘密があるんですね何か怪しい何かおかしいええいろんな事件が起きていくんですまあ 長く話が続くんだけれどもこの先生のせいで殺人事件も起きてしまうんですね。あ,あどうなる子どもたちは無事いい大学に入学できるのかどうなるのか、まあ、ちょっとサスペンスミステリーの要素もあるこのスカイキャッスルこれは本当におすすめです。 日本も学歴社会であるけれども韓国も実際学歴社会なんですよね。いい大学に入っていい仕事に就けるいい仕事に就ければ結婚相手も見つかるそういうことを考えている人が多いのかもしれません。日本も同じでです学歴社会そしてお金持ちああればあるほど お金があればあるほど子供たちにお金をかけていい先生を雇っていい大学に行かせることができるんですよねだから貧乏な家族はそんなことができないこのスカイキャッスルのドラマの中にはお金持ちの子供も出てくれば貧乏な子供も出てくるんですねうん、いろいろなプロットがあります 面白かった。そしてもう一つ本当に面白かったドラマは韓国のゾンビドラマキングダムです。えー、ゾンビって思うでしょでもね、韓国のゾンビは違います。違うから。一つね、韓国のゾンビは足が速い。足が速いんです。めっちゃ速い。あんなゾンビに 追いかけられたら私はもう逃げ切れませんすぐに捕まってやられてしまう <laughs> 本当に怖いからね、えー、このキングダムっていうのがもう一つ面白い点は歴史的歴史的なドラマなんです今の話じゃない昔々の韓国が舞台になっているんですねだからその当時の韓国の歴史ねその人々の生活とか服 そんなことも面白いディテールがディテールが面白いしあのやっぱりプロットですねその昔々王様王様っていうのかな、ね、おかそしてお金持ち王様と一緒に仕事をする人たちと貧乏な人たちが出てくるわけですそこでゾンビがゾンビがどこからもなく出てきてそれがどんどん広がっていて。 いや怖いんですよ怖いそしてねまだね終わってないみたいで多分次のシーズンがあるのかな私はシーズン1と2を見たところです「キングダム」あのー、怖いだけじゃないんです本当に怖いだけじゃなくって本当にどうしてゾンビが出てきたのかあのゾンビが生まれたのかその辺がしっかり説明されていて本当に面白いと思います。あのー ですかアメリカのゾンビドラマと全然違うからあの騙さされたと思って見てみて見みくださいそして今私が見ているのは今月見ているのは「スカイ・キャッスル」とも「キングダム」とも全然違う温かくなる心がほっとして温かくなるドラマホススピタルプレイリストシーズン2ですこれもおすすめ。 これは現代今のお話でお医者さんのドラマです、えー、大学を卒業してまあ同じ大学に通って卒業して一緒の病院に働くお医者さんのグループがあるんですねこのグループのお話みんないい人なんです悪い人がいないでも人間ですからいろいろな悩みがあります患者さんどうやってこの患者さんを治そうか病院でのお医者さんとしての悩みもあるし 人間として恋愛で悩む、家族について悩む、そんなこともあるんですよね。あの本当によくある話だけれども、心が本当に温かくなって、たくさん笑うこともできます。あとね、このお医者さんがよくみんな揃って食事をしているんですね。美味しそうに色々な食事をしている場面があって、これもとてもいいです。ああ、美味しそう。 あ私も食べたいそしてその雰囲気が本当にあに珍しいと思いますこんなにドラマを見てなんかリラックスできる心が癒される、はい、癒し系ドラマとでも呼びましょうかスカイキャッスルともキングダムとも全然違ういいドラマこれが「ホスピタルプレイリスト」ですおすすめ。あのまあ 私の話を聞いてくれている人の中で「韓国ドラマなんて興味ないわね」ねまあもともとドラマを見ないテレビを見ないという人もいるでしょうごめんなさい今日はそんな人にはつまらなかったかもしれないけれども私は好きですから <laughs> これからも見続けますあとね「スカイキャッスル」を見た時には、ね、私のプライベートレッスン愛湯記のプライベートレッスンこの方はね東京に住んでいる方でかなり上級。 え彼も韓国語の勉強をしていて韓国ドラマを最近見始めたそして彼もこの「スカイキャッスル」を見たんですね私たちはレッスンで1時間スカイキャッスルについて熱く熱くディスカッションしました「<laughs> こんなプライベートレッスン面白くないですか?」「こうだこうだこのキャラクターはこうなんだ」とかね「この人のこの演技が良かった」とかね このストーリーのこの部分がすごかったとか一時間語り合いましたいやそういうプライベートレッスン楽しいですね皆さんもし私のプライベートレッスン受けたかったらね今ちょっと余裕が出てきましたあの興味があれば連絡くださいあの毎週一回レギュラーで必ず受ける てくれるという人を優先しますけれども私のプライベートレッスン受けたかったら連絡くださいということで話がされましたけれども韓国ドラマはすごい私はこれからも韓国ドラマを見続けますという話でしたはいじゃあまたね